メンタルリセット。何年か前に僕が格付け番組で発したこの言葉。その後、言葉が一人歩きし、ちょっとしたブームとなった。経営者、個人事業主、会社員、ビジネスをする全ての人たちにとって、メンタルリセットを行うことはとても重要。だが、僕があの言葉に込めた思いとは違う、誤解された意味が広まっている気がする。望まない結果、不測の事態など、人生において気が滅入るような状況は、何の前触れもなく発生する。経営者なら、なおさらのことだが、その都度悩んだり、落ち込んだりして足踏みしてしまうのはとても効率が悪い。そこで重要なのが、メンタルをリセットし、前進すること。僕はいかなることでも悩まないと決めている。悩むという行為は停滞、もしくは後退の状況。そのような状況からは、一秒でも早く抜け出さなければならない。ただ、世間が考えるようなメンタルリセットは、うまくいかなかった理由を何かのせいにして、どんまい、気にするな、と傷を舐め合うような行為だ。自分の努力不足や判断ミスで生じた、望まない結果に対しては、どんまいもクソもない。ダサいにも程がある。僕のメンタルリセットはそうではない。そもそも前提が違う。ベストの選択と努力がなされていることが大前提。その上で、起こってしまった不測の事態は気にしない。というのが僕のメンタルリセットだ。ポーカーに例えるなら、どれだけ自分がベストな立ち振る舞いをしても、フルブラフの初心者に偶然のカードの引きだけで負けることがある。そこで、たまたまの相手の引きを恨んでも意味がない。重要なことは、自分がベストな選択とアクションをしたということであり、勝っても負けても、その一ゲームの勝敗に気持ちを引っ張られることに意味はない。